この番組はご覧の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ニコ TV メイナです。今回はミステリー部の撮影現場、滋賀学園からお届けしております。はい、そうね、このお気づきですけれども、制服でお届けしております。今回はですね、こちらのコーナーです。はい、彦根東大宮エリアのイベント情報コーナーです。はい、今回も素晴らしいイベント情報がたくさんあります。はい、どうなったからでしょうか。はい、それでは VTR ご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは、東近江大凧会館の鳥居です。2月3日といえば皆さんご存知ですよね、節分ということで、鬼は外、福は内ですよね。東近江大凧会館では全国の鬼が描かれた凧を展示をいたします。福は内ということですので、安城市の、福助凧の凧も展示をいたします。特に皆さんにご覧いただきたいのは三島鬼大津です。鬼の目にも涙ということで、涙が房、であったりとか、鬼のように強く育ってほしいということで、子供の誕生を祝ってあげる凧です。ぜひこちらの凧はご覧いただきたいと思います。2月14日日曜日までの開催です。先着300名様には今私が持っております、鬼の面、赤と青があるんですけども、こちらの方をプレゼントさせていただきます。お早めにお越しいただきたいと思います。鬼のタコ展が終わりましたら、皆さん3月3日といえばひな人形ですよね。お家でひな人形を飾られる方おられると思うんですけども、一風変わったタコのひな人形を飾りをいたします。こちらは福岡県の扇のタコです。ひな人形が描かれると思います。こちらのタコでありますとか、10枚の、ひな台になっている連タコでありますとか、ひな人形が描かれたタコを展示をいたします。3月の13日日曜日まで開催をいたします。ぜひ皆さんこちらの方にもお越しいただきたいと思います。皆さんのご来館をお待ちしております。私は今この近江鉄道と近江の地酒電車で、担当しております近江鉄道鉄道部の伊藤大輔と申します。ただいま近江鉄道では車内で地酒が楽しめる近江の地酒電車を運転いたしております。3月の3日まで毎週木金土曜日、運転をいたしまして、また今年からはですね、八日市駅発の、また近江八幡駅発、電車運転をいたしております。ただいま絶賛予約中でございますので、皆様お友達またご家族とご一緒に車内で一杯いかがでしょうか。では皆様の申し込みお待ちいたしております。皆さんこんにちは、東近江市観光協会清水です。今回は商家に伝わるひな人形巡りを紹介させていただきます。商家に伝わるひな人形巡りは、東近江市の5箇所近江商人屋敷で展示公開されます、御殿雛などの江戸時代の、古いおひな様から、地元人形師の東吾さんが作られる近江上布を着せた、近江の、朝の、おひな様まで、合計約90組が展示公開されます。はい、開催期間がですね、2月2日から3月の21日、そしてお時間が、朝の9時半から、4時半までということになっております。ぜひ皆さんお越しください。さらにですね、近江八幡観光物産協会の田中さんからは、近江八幡のお祭り、左義町祭りの情報をいただいております。派手で真っ赤なお祭りのイメージが強いお祭りです。はい、多くの山車がですね、街を練り歩き、毎年多くの方が見物に来られます。最終日の夜に山車を燃やす模様は迫力があるお祭りのクライマックス。皆さんの目でその熱いお祭りの模様をご覧になってくださいね。はい、ということで、はい、すごい、これですね、最終日、はい、ね、山車です。
迫力あります。はい、情報くださいました鳥居さん、伊藤さん、清水さん、田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、一気に彦根東近江エリアのイベント情報をご覧いただきましたが、2月、3月、たくさんのイベントがありましたね。はい、いっぱいですよ、本当に。はい、まずは、大凧会館。大凧会館、はい、はい、地酒電車、はい、ポスターね、はい、眠りに行ってきました。はい、どうでした？はい、あのね、いろんなお酒を飲み比べできまして、はい、あの面白かったです。美味しかったですし、はい、で未成年の方とかお酒飲めない方でも全然あのフリードリンクがあるので楽しめます。はい、あのお店でね、はい、温かいおでんも食べます。具は大根とこんにゃくありました。こんにゃくその後は秘密です。いっぱいあります。いっぱいあります。乗ってくださいってことですね。はい、わかりました。わかりました。そういうことで、あの普段使ってる電車なんですけど、それに乗って食べたり飲んだりするのが贅沢な気分になりますよね。でこういい感じにこう揺られながら、はい、楽しんでまいりました。はい、ぜひ皆さん見てみてください。はい、はい、で次がおひなさんのあれですね。はい、はい、ご家所のねひな人形巡り、はい、でね、私のお家藤井彦城邸も会場の一つになっているので、ぜひ。おお、ドラマの設定。そうです、私のお家だけどね。ちょっといろいろ抜けたけど、やりきれた。はい、ぜひね、まいちゃんちも行こう。はい、見てみてください。本当にいろんな種類ございますね。はい、楽しいと思います。はい、で最後にね、あの写真ありましたけれども、佐治町祭りということで、はい、すごい長いですよね。400年以上ってことになりますよね。計算早っ。間違ってないはず。多分、はい、すごいですよね。すっごい迫力で、最後ね、私燃やしちゃうんですよ。なんかもったいない感じ、ね、またそれがすごい、ね、熱いですね、これもね。これも熱いお祭りになっております。本当に2月3月たくさんですのでね、はい、皆さんぜひ、足を運んでみてください。はい、はい、ということで、はい、今回もイベント情報をお届けいたしました。はい、詳しい情報はミコ TV、ひこね TV のイベント情報ページでもご覧いただけます。さらにご覧の各観光協会さんのホームページでも情報をご確認いただけます。はい、孤島平野に広がるひこね東近江エリア、自然歴史、ドラマや映画のロケ地を巡り、滋賀の旅もお楽しみください。はい、近江鉄道さんをご利用いただけますと電車の旅も楽しめますよ。そうだね、見どころもイベントもいっぱいです。はい、特に今の時期は地酒電車がおすすめですよ。そうですね、ポスターはもうお分かりですけど、私たちです。もう何回目っていう感じですけど、はい、させていただきます。はい、はい、それでは次のコーナーもお楽しみに。